皆さんこんにちは。公認会計士の小林修司です。今日はですね、またちょっと定額減税の話題になるんですけれども、気になるね、ニュースがありましたので、それについてちょっと見ていきたいと思います。どういった記事かと言いますと、ヤフーニュースの、ところで載っていたんですけれども、5月の29日ですね、ちょっと読み上げますけれども、毎日新聞の記事なんですけれども、定額減税について給与に反映しない企業は、労働基準、どういった内容かと言いますと、定額減税について給与明細に反映しない企業は労働基準法違反もということで官房長官がコメントをしたというところなんですね。で、林官房長官がですね、29日午前の記者会見で、6月から始まる定額減税について所得税の減税を給与に反映しなかった企業への罰則について税法上の罰則は設けられていないけれども、労働基準法に違反し得るものと考えられるというふうに述べたということなんですね。その上で、企業に違反が認められた場合には、まずは労働基準監督機関から是正指導が行われるとの見解を示して、直ちに罰則が適用されるものではないというようなコメントがあったということなんですね。ちょうどですね、5月30日のですね、日本経済新聞にもですね、定額減税について、企業にとってね、非常に負担が多いというところが記事にね、書かれておりました。特にね、どういったところが負担があるのかというとこ、まずその扶養親族の把握ですね。皆さんがよく12月末にですね、扶養控除等申告書を書いてくださいっていうことで渡されると思います、給与所得の方は。税法上、いわゆる扶養控除の対象から外れるけれども、今回の定額減税についてはカウントしなければいけないというところの把握ですね。ここがまず企業にとって大変だというところ。あとは、1回でですね、その定額減税が、定額減税をね、相殺しきれれば問題ないんですけれども、相殺しきれない場合は、それをずっとね、消えるまで繰り越していくという作業ですね。あとはこの作業が令和6年度今年限りというところがですね、一番やっぱり大きいところじゃないかなというふうに思ってます。あるね、知り合いの同業者に聞いたところですね、従業員の人もですね、納得しているんであれば年長でやると、そういったようなね、対応を豪語する人もいたんですけれども、この給与明細にですね、定額減税いくらっていうのを書かなければいけないってところですね、結構今ニュースでもやっているので、もしかしたらそれを受け取った従業員の人がですね、あれ、私の給与明細に定額減税の表記がない、おかしいっていうふうにしてね、騒ぎ出す可能性もありますよね。あとですね、負担のところで言うと、私たちのようなね、会計士税理士は、日常からこういった税務の情報って、当然専門家なのでね、触れる機会が多いですけれども、そうじゃなくてね、ただ単にその企業の配属先として、例えば経理部とか人事部に配属されて、給与計算をしなければいけないというときに、わざわざこの定額減税のところをですね、読み込んで理解しなければいけないというところが、仕事といえば仕事なんですけれども、そこの負担も大きいですよね。で、またその告知されてから実施までの期間がね、そんなに十分取られてなかったというところもね、あるかもしれません。通常は大体こう、パブリックコメントというか、1年ぐらいですかね、猶予期間がありますけれども、今回の定額減税についてはね、そこまでの猶予はなかったということですよね。給与明細に書かなければいけないということは、別に5月に決まったわけではなくてですね、少し前のところからですね、確か2月ぐらいかな、私が給与反対を見ているときには、給与明細に書かなきゃいけないんだなっていうところは把握していたので、そんなに直近の話ではないんですけれども、普通のというか、こういう税務とか人事に携わってない人がね、そういった国税庁のホームページをこう定期的に見るかとかね、そういったことってまずないと思うので、アナウンスの告知の仕方ですね、告知のところもね、ちょっと足りてなかったんじゃないかなというふうに思うんですけれども、今日の撮影がですね、この収録が5月30日なので、6月1日からね、スタートしますけれども、不満を抱えながらやっていくようなところが多いんじゃないかなというふうに思いますね。で、国税庁から出てくるんですね、定額減税の管理表も、Excel でやってくれってことなんですが、いろいろこうペーパーレスとか、
DX とか言われている中で、ここを DX にどう取り込むのかっていうところですよね。まあ、多くの給与計算ソフト会社がですね、おそらくアップデート、まあ、弥生給与とか、あとはまあ私たちが案内しているね、そういった給与ソフトについてもですね、まあ、アップデートされてきていると思うんですけれども、もしかしたらですね、そこは優勝でやってくるところもあるかもしれませんし、またそこの管理がね、出てくると。まあ、そういったところで、本当にこう、給付金のような形でですね、1回でやらせてもらえた方が、実務処理の面で考えるといいのになっていうところはあるんですね。ということでですね、まあ、そんなことを言っていてもですね、こういったいろいろね、制度について、ああ、こうだ言ってもですね、制度自体は運用されて、まあ、それに沿ってやっていかないと、また、それもまた問題なのでですね、まあ、我々の専門家としてはもう粛々とやらざるを得ないんですけれども、まあ、6月1日の定額減税、まあ、いろいろと議論といいますか、実務担当者にとってはいろいろ大変な時期がまたやってくるということで、まあ、6月から始まる定額減税、なんとか皆さんで一緒に乗り切っていければなというふうに思っております。本日はですね、定額減税について気になるニュースということで、まあ、ヤフーニュースからのね、ニュースの方を紹介させていただきました。このチャンネルでは、公認会計士受験生や公認会計士に興味関心のある方に役立つ情報や、公認会計士として日々実務を行っていく中で思ったこと、感じたことを発信するチャンネルになります。チャンネルを応援していただける方は、ぜひチャンネル登録していただけると動画作成の励みになりますので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。